い、こんばんは。またゲーム開始直後にちょこっとしたフリーズ的な、プチフリーズ的なやつが入るけど、まあそれ以降は問題なくぬるぬる動くから別にいい感じだけど、まあとりあえず今日も同じく、まあ特に新しいクエストの追加もまだない感じなので、デイリークエストクリアして、でサバイバークエスト、銃撃ハビクロイチャレンジ的なやつを、これがクリアできるまではやろうかなって感じかな。だからあと7回10キルビクロイするまでは挑戦し続けようって、そんな感じかな。はい、挑戦して失敗しても、まあ失われるのは時間ぐらいっていうところがいいところかな。何回でも挑戦できるしね。戦国時代とかは名を上げて、なんか戦に出て戦でなんか活躍して名を上げようみたいな挑戦があったと思うけど、あったと思うんだけど、そういうのは戦とかを、あれ何、負けちゃったらそのまま命を失うみたいな、そういう風な挑戦とかだっただろうから、あるいは狩猟の時代とかそこら辺になってくると、まあ同じく獲物を狩ろうとして逆に獲物に狩られるみたいな、昔の挑戦っていうのは命を失ってしまうみたいな、そういうのがほとんどだっただろうから、なんかそういう時代に比べると今の挑戦っていうのは、まあもうちょっと時代の縮尺を短くすると、直近のちょっと前ぐらいだと、あれか、挑戦して失敗すると失われるのはお金と時間とって、そういう感じだっただろうけど、今の時代はもう挑戦するのにお金すらほとんどかからないみたいな、失われるのは時間だけみたいな、そういうものが中心になってきてるから、時代が進むにつれて挑戦するのにかかるコストっていうのは減ってってるんだろうなって、まあそれだけいい時代になってるんだろうなって、そう思いましたとかいう、フォートナイトとは全く関係のない話をしながら開始していこうかな。別に現代であってもお金を失うような、そうだな、お金を失うような挑戦とか命を失うような挑戦とかもやろうと思えばできるけど、別にそんなのやらなくてももっとかかるコストが低い挑戦がたくさんある時代ですって、そういう感じかな。はい、そういうものに関しては挑戦しないだけ損であるということができるんじゃないかなって、そういう感じか。
まずはデイリーやるか。なんだっけ、宝箱開けるのとブラックプラントで回復する、こっちが簡単そうか。完全に止まってたな。なんかあったのかな。
でるやつが多いな。よし、スラッププラント、あとは製氷機とクーラーボックスを開ける。強そうだな。泥がたくさんあるから。うわ、さ、さ、ボックス展開まで間に合わなかったな。ボスと打ち合ってたけど、ボットの打ち合いなんじゃないかと思ったけど、どうでもなかったな。あとはジョブボードからジョブを受けるだけだから。名前付きエリアにジョブボードあるから、まあ出入りはすぐに終わるかな。デイリーサッと終わらせて10キルディクロイ狙っていくか。全員ボットだったらなぁ、簡単に取れるんだけどなぁ。最後あたりにはやっぱプレイヤーが残ってる率が高いんだよなぁ。昔フォートナイトが割とかそってる感じになってた時に、最後にビクロイ戦やる敵がボットだったみたいな、そういうことがあった昔もあったような気がするんだけど。
そういうのが発生してほしいな。クエストクリアしようと思っている今だけだけど。慣れるのかもしれないけど、激怒。てか出入り場もそのうちクリアできるだろうから、普通に天気ルビクロイここから狙っていくか。よしよし、近くに敵影はなさそうな感じか。反応あり。爆発させてやった。あ、間違えた。よし。ショックウェーブグレネード投げてしまった。まだ。どうかな、新しい操作方法。またちょこっとやっぱミスることがあるな。ちょっとやっぱ武器は3つ持つから、ユーティリティ、こいつは2割当てでいいかな。お、あーやっぱくっそ
この画面に入って、あ、戻れた。おー、やべ。戻れないかと思った。なんか戻れる時と戻れない時があるんだよな。またリセットが必要かと思った。このボタンを押して戻れた。インベントリボタンか。うん、覚えておこう。なんでなのかわかんねえけど。インベントリのボタンを押したら、戻ってこれた。姿見えてるぜ。なる、くそ、しまった。うわ、やべ。くそ、別のやつがいる。よし、お前、ちょうど、走っていくのに使う。結構ちょっとした攻撃で体力だいぶ持っていかれちゃうな。
ってきてるのか。マジか、くっそ、あぶね、乗り上げてしまった。木の上に込められてる。ブルーンかな。鍵持ってたのか。でも、つある。全部強化。
した。マジか。くそ、当たらんな。他に当たってるのか。くそ、キルパクられた。うわ、しかも裂け目に入ってやがる。アジックスおはよう。おら、さすがに無理か、この遠さじゃ。あ、引っかかるわ。銃撃波はやっぱちょっとギリ足りないかな。でも全員倒すつもりぐらいでやった方がいいか。順調かな。キングドステークは、当てらんねえ。建築ありだとオーバーシールドがないからヘッドショットワンパンだけど、ゼロビルドではオーバーシールドがあるから200何十ダメージ、220ダメージとか、200ダメージ超えでも、ワンパンじゃないはずだよな。ウッドステークショットガン、バシバシ当てられるような感じにならない。練習すればどうなのかな。あれスラッグ弾だから微妙かな。他のインフィルトレーダーショットガンだっけ、ここら辺のショットガンと比べたら全然なんかバシバシ当てられる感じがしないので、もうちょっと近くで連射するんだったら、連射して当てるつもりだったらもうちょっと近くで撃たないといけないし、エイムして狙うんだったら、まあ、もうちょっとちゃんと狙わないといけないみたいな感じで、ジャンプしながら、ジャンプ打ちしながらっていうのは
ジャンプし打ちしながらエイムしながらっていうのの仕方はちょっと当たらないし間違ってるってことかな。インフィルトレーターショットガンだったらジャンプなしながらでも割と当てられるから。バシバシ当てることができないってことはやっぱ使い方とか間違ってるんだ。当たらないと意味ないからな。ショットガン、せっかく金だったから持っていこうと思って持ってったけど、まああれ持っていかなければ、持っていかないは慣れてない武器だからあんまり当てられたこともないし、あれ持って勝ったこともあんまりないから、勝率の低い武器だから、本当に目的を達成するためだけを考えれば持っていかないのが正解なんだけど、でも持っていって使わないといつまで経ってもうまくならないからね。だから目先の戦いでは負けるかもしれないけど、連動を上げるために持っていくみたいな。マッチ以外で練習して、で、上手くなってからマッチで使うみたいな、そういうやり方はちょっと。これだったらマッチで負けてでも、試しながら、いい感じに使えるようになってた方が、いいだろって話だな。まったく。
斜めにジャンプした。やっぱ悪敵がはかどるな。 NPC 連れてると。ピザパーティーだな。爆発。
あれ？どっちから来てるのかいまいちよくわからない。ちょっと移動したのかな。上にいるやつはちょっと狙いにくいな。
ビュンビュン飛んでやがる。マジか、こんなところで着地するなんて。これどうすりゃいいのかな。ここから降りようとしたら死んじゃう気がする。まあよし、体力が間に合わなかった。ゼロビルド、いやゼロビルドに限らずだけど、木の上に引っかかっちゃったらもうあとは落下ダメージ食らっちゃうぐらいしかないからな。ウィッチブルームのクールタイムもあったけど、で回復したけど、それじゃあちょっと間に合わないからってなところまで考えると、やっぱなるべく早めにアンチに移動しないとダメってことかな。
で、消えなし。ボットはどこに降りたんだっけな。飛ぶじゃないかってやつかな。チームちゃんと当てることができたな。そいつはほっとけ。NPC は撃破数に含まれないからな。NPC ってかボットか。
ウッドステーク菌には悲しい思い出がある。持っていかないかな、さすがに。でもメイガンショットガンも結構近づかないといけないんだよな。スナイパーか。持ってくか。金アサルト捨てちゃったけど。まあ、いいか。メイバンを金にできるけど。それだったらもうちょっといいショットガンが欲しいな。
的なしって感じか。シャープトゥースショットガンに変えるか。いや、でもな、キノスナイパー取ってくか。ピザの方が、敵の反応あったけどな。それらしい表示はなしか。まだ6キルだから、あと4キルしないといけないから。もっとちゃんと敵を探しに行かないとダメか。近づいてたか。よし。あ、くっそ。あー、時間。アンチも狭まってるから銃声引きつけて一人ぐらい来るかなとは思ってたし、あ、普通に戦ったけど、うん、倒されちゃった。メイバンショットガンからコンバットサブマシンガンの切り替えがやっぱまだ少し遅く。
と敵の方がより下の方に降りてる。諦めてしまったか。おかげで1キルできたけど。まあ、10キルはもうボットとかプレイヤーもだけど撃破すればなんとか。でも普通にビッグロイってのも難しいんだよな。今の木箱のところ破壊したら弾薬が手に入るのか。ジャングル檻ならもうマッドウォーリア強いんだろうって。わった木に引っかかったらやばい。銃声この辺からだと思ったんだけど。あと少しなんだから。マジか。あと少しなんだから僕に倒されておけよって感じですけどね。悲しいな。
間違えた。まあでももう必要ないからいいけど。間違ってないと思うんだけどな。あれ、グライダーを開いてしまった。降りるつもりだったのに。食べられないタイプだった。高所からも全然飛び降りれるからな。さすがにな。紫ポンプショットガン持ってくか。あんまりどうなのかな。まあ紫だから大丈夫でしょう。
木の上とかだと厄介なんだよな。ちょうどヘッドショットのあのアイコン、上に表示されてるアイコンもパンプキンだったな。ステッドブリーチャーショットガンも使えるけど、どうかなこれは。ブリーチャーショットガンもヘビーショットガンみたいで、ヘビーショットガンのエキゾチックなのかもしれないけど、あんまりスラッグ弾ショットガン当てづらいんだよな。もうちょっと撃って慣れてた方がいいのかもしれんけど、
まあさすがにな、許さないから、許されないかな。回復は、ジュース1個持ってくか。悩ましいな、1個だけってのが。メガシティは外れるか。倒しに行こう。倒しに行きたいところだけどと思ってたら、なかなかごちゃごちゃしてたな。刀を切ってるのか。
あんま10キルビクロイじゃなさそうだけど。難しかったな。やっぱスラッグダン系のショットガン、僕はただでさえ近距離のショットガン戦闘が苦手なのに、スラッグダンショットガンはなおのこと扱いが難しいな。レアリティが低くても得意なショットガン持ってくか。得意なっつうか、まあゼロビルドでは強いショットガン。グッドステークショットガン当てられるようになればいいんだけどな。
降りてくるのか。ボットさんだったか。まあ、この辺は大体ボットさんだよね。名前の詩も2桁数字になってるしな。他にもいるのか。あと一発しかないのか。当たるショットガンを打った方が。当たらないショットガンなんて当たらないと結局ゼロダメージだからな。とはいえな。やっぱレア度が高いのが出ると落ちたくなるよな。あ、こっちにしとくか。今回はレア度が高い、使いやすい、僕にとって使いやすいショットガンが手に入ったからな。あ、まだあるけど、あとの2つもショットガンだったよな。
なんだと、ヘッドステークショットが気に。中素早い動きで、距離を取りやがった。さすがにウッドステーク、インフィルトレーター紫を捨ててまでウッドステーク機能を持っていきます。サイレンサーか、スナイパーライフル。でももう拡張が全部埋まっちゃってるしな。こっちで行くか。撃たれた。ちょっと遮蔽物が少なすぎるかな。
ットだったけど、ショットガンが外れちゃったのが、この、あの微妙な動きで。よし。おかげで撃破が増えたかな。先手を取られたし強かったな。ああ、やっぱ10キロビクロイ遠いな。
スナイパー拡張。ここに降りてきたのは、あの最初に倒されたボットなのか。ウッドステークショットガンよ。腰打ちで当てるのはやっぱちょっと難しすぎるのかな。自分が使って強い武器が出るまで漁っていたいところではあるけど、それをやってたらボットがいなくなっちゃうから、デッキルできなくなっちゃうからね。っていうところであんまり得意な武器じゃなくても早めに戦闘を仕掛けないといけないから、こんな得意な武器でもないやつでも敵にちゃんと当ててダメージを、体力を削るってことができるようになっとかないと、10キルするまでにタイムアップになっちゃうって感じだから、慣れておかないといけないって感じかな。
もさすがにウッドステークショットガンを持ってくるのやめようかな。当たらないんじゃ、マジでダメージも入らない。メイバンショットガンよりも微妙な感じになってるんじゃないか。木箱を壊したら弾薬が手に入るのは木箱の中に弾薬箱が入ってるからか。仕込まれてるな。敵は一体どこに行ったんだよってな。周辺を検知してるのに敵の反応がないとかおかしくないか。
やっとヒットした。ああ横取り、なんだせっかくダメージ与えたのに。誰に倒されたのかはちょっとよくわからんかったぞ。誰かに銃撃受けたのかな。せっかくスナイパーでダメージ与えたのに。ジップラインで移動中の時はスナイパー慌てたのによ。なんか別に誰に銃撃を食らったわけでもないのに撃破されましたみたいな、こんな感じになってたような。んあ、いるのか、お前か。やつに倒されたのかな。で、その描写が僕はちょっと位置的に遠すぎて見れなかったって、どういうことかな。もう1キルだしよ。初動戦闘がないと10キルは厳しいだろうと。おとなしく使い慣れてる武器を探して使うのが良いのか。
これを当てたのは偉い気がするな。でも戦闘なら倒されちゃうかな。あぶね。素早く倒してないと。タレットでダメージ食らっちゃうから。ジャンパで移動したりしてるのか。いつの間にか恐竜が敵の手に落ちてた。
こいつピザ食べやがって。あ、いや、食べられてない。うわ。自分でピザ確保したのかな。あぶねあぶね。キャンディーコーンは食えないのか。誤作動。っていうかもう今時点で10キル。天球ビクロや無理かな。目指すか。10キルには足りてないんだけど。いやーなんか10キルいくらい難易度がやっぱ高いな。ボットしかいないような時間帯にやっぱやってクリアを狙った方がいいのかなって。今のところ2回か。
さすがに。サバイバークエストミシックは最後のやつだけあって。難易度が高いなぁ。結構、どうかな、普通ぐらいの能力のプレイヤーにとっては結構クエストで出されているやつの中では今までにないような感じの、今までになかったレベルの難易度のやつ出してきたよな。もう一マッチやるか。キル数が足りててもリクロイが普通に難しいな。まあ今が午後の8時ぐらいだから、どれぐらいだったかな、5時から10時とかだったかな。まあ普通に考えて普通の人がゲームをプレイする時間、まあだからピーク時間っていうか多くの人がゲームをプレイする時間だから、ある程度実力がある猛者プレイヤーとかも活動してるような時間帯だから、プレイヤー数が全然足りてるからボットで補うっていうことをしてないし、する必要がない時間帯だからっていうのがあるけど、やっぱどうしてもボットが多めでプレイヤーがいないみたいな、そういうマッチと巡り合わせることはあんまなさそうな感じだな。そしてウッドステークショットガン持つんだったらまだポンプショットガンの方がちゃんと当たるし、一発のダメージもでかいからまだこっちの方がいいな。まあやっぱ単純にどれだけ使い慣れてるかっていうのの差なのかもしれないけど、
グッドタレット。グッドタレットって感じかな。いいタレットだな。ブルシャークさん連れて行かれたかも。ブルシャークさんをさっと雇うのも一連の動作のうちに組み込んだ方がいいんだ。まあやっぱ強い NPC だよな。周り周辺を索敵できるって能力。ウェーブを持ってるべきだろ。そう、タレットが失われた。危ねえ危ねえ。
かな。タクティカル DLR も割とダメージがでかくていいような気がするんで。いいピザだな。
遠くに離れたか。マジか。クソだよ。ジャングル、泥回復の拡張に救われてる。完全に来ることを予測して置いてやがる。装備がかなり強くなったけど、
ビクロイまで一歩足りなかったな。まあ、ビクロイが取れててもキル数が足りなかったかな。ああ、10キルビクロイ。らしいな。ボット島に、ボット島のところに、ボット島のところに、ね、ボット島に送ってもらえないと、送ってもらえないときついな、おわして、普通に。強いプレイヤーがいる。マッチじゃ。まあ一応クエストで2回は10キルビクロイできてるけど。コンスタントに安定的に変わるのはやっぱ難しいな。なんかあとちょっとぐらいで取れそうなぐらいの難易度なんだけどな。ギリギリで取れないぐらいの。まあ実況がよ。まあ今日はこれぐらいにしておくか。モサプレイヤーがいない時間帯にできればカジュアルマッチができればほとんどボットしかいないようなマッチにマッチメイキングされるから割と簡単めにビクロイ取れると思うんだけどな。今ぐらいの時間帯でやるといいか。なんとか昼ぐらいの時間帯にやろうかな。それぐらいの時間帯ならあんまり強いプレイヤーとかいないだろうから、10キルビクロイ達成するっていうのを目的にするんだったらそうだな。ちょっと昼頃の時間帯にやってみるか。別に強いプレイヤーと戦いたくないわけじゃないけど、10回撃破ビクロイを目的にするんだったらそれに最大限コミットした行動を取るっていうのをやらないのはある意味では手を抜いてると言えなくもないからな。キルのあまり強いプレイヤーがいなさそうな時間帯狙っていくか。朝の4時とか3時とか、そうだね、3時とか4時とか、僕の昔の今までのフォートナイトをプレイした時の記憶のままであるなら、午前3時とか4時とかそこら辺はほとんどモサプレイヤーというか、プレイヤー自体が、アジアのプレイヤー自体が寝てる時間帯だから、この時間帯にカジュアルのマッチをやった時はほとんど強いプレイヤーにマッチすることなくビクロイが取りやすかったと記憶してるんだよな。それが変わってないんだったらそれぐらいの時間帯にやるのが一番理想的なんだけど、結構今僕生活のリズムがそんなに悪くないから、この時間帯は普通に寝てるんだよな。だから、そこがちょっと、
合わせられなくて残念なところだな。まあでも起きてる昼ぐらいの時間帯にもできるし、それぐらいの時間帯でも今みたいなピークタイムよりは強いプレイヤーが少ないんじゃないかと思うので、おとなしくそこら辺のぐらいの時間帯にやろうかな。はい。結構3時間ぐらいか。早めに始めて粘ったけど一回も10キルビーくらい取れなかったってのはマジでチクショーだな。まあ次次の動画的なライブ配信的な、そこら辺のやつで次こそはあれかな、なんとか10キルビクロイ取ってこのクエストのカウントを進めていきたいもんだな。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。この悔しさを胸に次のマッチとか、その次のマッチとかで怒りを燃やしながら、なんと10キル。プレイヤー、他の敵プレイヤーは親の仇みたいに撃破していかないといけないって、そんな感じかな。やる気ぐらいの糧になればいいけどね。はい。お疲れ様です。